ケーターたちが次々とリンクに登場してまいりました。第2部のオープニングはエラジバルデ、ファンタジーオンアイスのアンサンブルスケーターと共に演じるプログラムです。今のはダブルサルコの膝を曲げてのダブルサルコで他の人できないんですよ。それだけ難易度の高い、難易度は高いです、今回はそれぞれが得意な技を見せるシーンがあるそうでして、その個性が輝く瞬間を見てほしいと話しています。このリズム感、キレのあるダンス、これぞバルデといったプログラムですね。そうですね、なんかミュージックビデオを見てるみたいですね。で、氷の上にいることを時折忘れてしまうようなね。そうですね、連続バタフライ、これもできる人少ないですよね。見せてくれますね。一回転半のデスドロップ、これやってる人初めて見ました。それだけ珍しい技を、多分できないです。これは貴重なプログラムです。でも見せます。3人でのデススパイラル、すごいですね。このクリームキンイーグルのこの体勢もすごいですね。リフトも素晴らしいですね。もうハルたちはもともと国際試合に出るような素晴らしい選手だったので、やっぱり技術は相当高いですね。そうなんですね。おお、これ怖いですね。ちょっと見てるとね。3人でのバックフリップ、第2部のオープニングを飾ってくれたのはエラージ・バルデ and the Fantasy on Ice Ensemble Skaters。 それぞれの個性が輝きました。第2部オープニングから盛り上げてくれました。盛り上がりましたね。はい、でそのジャンプだけではなく、試合では使えない技、バックリップなんかもそうなんですけども、試合で使えないんですけども、身体能力の高さ、練習量ですね、これをするまでにどれだけ練習するのかっていうので、いや素晴らしいスケーターたちでした。はい、